コード128バーコードのサンプルコード128は、情報の密度が高いバーコードの体系の一つである。世界中で物流などに使用されている UCC-A1-128 は、コード128の一部である。このコードは、数字とアルファベットのみのデータに使用される。このコードは、アスキー文字をすべて表示できる上に、数字のデータは2桁を1キャラクターで、 表記できる。この特徴はデータの増加に対してバーコードの面積をできるだけ増やさないようにという考えに基づいていると考えられる。コード128の内部には3種類の文字セットが定義されている。キャラクターがどの文字を表すのかは指定されたセットによって決まる。具体的なセットはの3種である。このコード A、B、C のどれを使用するかは 一つのバーコード内の任意の桁にて自由に切り替えることが可能。つまり、はじめの数バイトをコード B、残りのバイトをコード C とすることが可能である。切り替える際にはコードセットキャラクターと呼ばれる1バイトを挿入する。コード128は UCC Air-128 の規格のもとになっている他に、小売業における製品の識別のためにも使用されている。 コード128バーコードの1キャラクターは幅11の中に黒線が3本という形で構成されている。バーコード全体は以下のような構成からなる。チェックデジットは各キャラクターの重み付き合計を103で割った余りが使用される。コード128は1980年代初頭に情報の増加とそれに伴う目録の追跡の必要性から開発された。 そして、この企画に基づいた仕様がいくつか開発され、産業界で広く使用されるようになった。ありがとうございます。